ました。僕はこのクラブで10年間とてつもない大きなものを渡ってきました。今日一のサポーターの前で最初のピッチで走って戦って、本当に自分にとって大きな団体で大事になりたいです。おい、見話せる男にはなれなかったですけど、勝ちに行って浦和のプライドを持って大きくなって、またこのクラブでやれるように成長した姿を見せられるように頑張っていきたいと思います。